さあ、今宵も行きましょうか。今宵ラジオでお送りさせていただきます。本日はね、結賀事件のミクパパと結賀のバトル。そこをね、お送りさせていただきたいなと思います。ちょっとね、個人的にはね、本当にミクのパパなのかっていうのはね、ちょっと疑問には感じている部分はありますけど、まあまあまあ、というようなところで、まずね、ミクのパパ、西高舞ことミクのパパ、 とそのユイガのバトルを知るためにも、まずね、ミクがどういう目にあったのかっていうのを知らないといけないんです。なのでね、まずはそこを皆様に説明させていただきたいなと思うんですけど、まずはね、2023年の2月頃にに、イガが X で彼女募集的なね、添い寝、ね、できる人募集みたいなポストをするんです。で、そこに、そ,のそれを見ていたミクの母が、 あんたいいんじゃないみたいな感じでミクに応募させて3月から交際でその間にねまあお金のなかったユイガはまずねミクにクレジットカードを作らせますおそらくなんですけど結賀はねブラックだったんで作れなかったと思われますなのでミクの名義でブラック、えー、とクレジットカードを作らせそれを生活費であったり旅行費用に充てさせるというようなことをしていくんです まあこの時点でもね、てめえのやつでやれって話になるんですが、実際ね、まあ、それだけではなくて、まあ、ちょっとね、いけない成分の入っているクッキーをミクに食べさせ、それでまあ、ちょっとふらふらっとなっているところに合体っていう感じなんですけど、その合体もね、ちょっとね、あんまりよくない感じなんですよね。首をきゅってするのが好きだったみたいで、そのあざが残る。 ぐらいまでやっていたみたいなんです。それをね、まあ親御さんにミクが見,見られたのか、自ら報告したのかっていうところで、まあ親御さんがご立腹と。でもね、とはいえね、ミクとそのユイガの関係っていうのは、まあ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 、それなりに一定のその関係性というのは保っていたんですが、9月5日に企画でその0円旅っていうのがあったんですけど、まあ0円って言いながらね、ミクのお金で旅をしていたんですが、 その旅の最中に、まあ、結衣がの配信に対して、ミクが何か言うと。まあ、おそらくね、この頃にはもう配信者として、ミクはデビューしていて、まあ、それなりにね、自分自、配信者としての自我っていうのが湧いてきたからだと思うんですけど、それに対して結衣がぶち切れます。で、あまりにもぶち切れて、やばいなっていうので、警察に駆けつ,つけてもらうっていう、そういうことがあって、それでも破局。 それで破局した後に出てくるのがお父さん。ただね、なんでお父さんが出てくるのっていうのは未だに私の中で疑問なんですが、というのはね、約20年前にお母さんとお父さんは離婚しておりまして、お父さん別のところに行っているんですよ。だからね、なんでっていう。しかもなぜかユイガのことにめちゃくちゃ詳しいと。しかもね、このニコ生とかね、 スイキャスとかこの界隈のやり方もめちゃくちゃ詳しくて、にに攻撃ををすするるために X を立ち上げるんですそこでのバトルを皆様に見ていただきたいなと思うんですけど、その前にお父さんが出てきたっていうのは、どうもね、ミクのカードの支払いをお父さんがやると、なんで俺がやらなきゃいけないっていうので出てきたっていう説はあります。それでまあ 約90万ほどユイガが使いました。でもね、よくわかんないけど300万の請求をしていたみたいでございます。ではね、バトルを見ていただきたいなと思うんですけど、まずね、ミクのお父さんがね、ツイッターでガンガン攻撃をするんですよ。てめえのケツはてめえでふけってことなんだ。なんだかわけのわかんねえ名古屋の奴らの話出されても意味わかんねえし、てめえが歯抜けでホッケしか食えなかったってことだろ。なぜかね、ホッケ事件のこととか知っているんですよ。 なんででしょうかねでてめえが寝泊まりした大人のホテル代を娘になら、とにかく全額返済するという約束で払わせたんだろ俺がどうしててめえの寝泊まりしたホテル代を払わなきゃいけねえんだふざけんのも大概にしろ。かなりご立腹ですね。おそらくね、これ9月の時点でのやつが、支払いが滞ってんのかなこれ何なんだろうなんかね、 なんかこずれているんですよ。そして、こっちは怒りで眠れねえんだ。冗談は顔だけにしてくれ。いや、不眠症なだけの気もしないでもないけど。その他にもね、なんか、当初の話と変わっ,き変わってきてるよなとか、パチンコ行ってる金があるな、振り込めよなとか、結構ね、怒り狂ったツイートをしています。まあ、その他にもね、DV をしたりとか、 その娘に対して脅迫してるようなこの野郎みたいな、まあすごい暴言というか、とんでもなく怒りがこもっているなっていうのは感じるんですけど、なんでホッケのこと知ってんのっていうのはちょっと気になります。で、その他にもね、LINE も流出しておりまして、まずね、ユイが5月の時点で衣装まで書いたっていうのは嘘がすぎますね、何もトラブルになっていないのに、どうもね、その後のやり取りの中で、 ミクが衣装を出していたっていう体になってるみたいです。今、電話出てください。言葉の DV をしていたのはどこの誰だかけますか出れますか出れませんよねあなた誰ですかミクの親父だなら今から電話かけます。まあ、娘が入院した話しただろお前は常識がない。もう、ゆいがはね、それに対してもう終わった話。女が腐ったみたいにいつまでも同じこと言うなよと。来月、話し合いに行きましょうと。 この LINE のやりとり、客観的におかしいと思うんですが、すいませんけど、何がおかしいのか言ってみなさい。話すつもりがなかったのでは、金の話だけしたいんでしょう。それだけじゃない。あなたがしたことは許されないことですよ。お父さんがツイッター作ったから、どんどん話が大きくなっているのは分かんないのか。もう一切関わらないでくれ。もう完全こっちでというよね、お金の話だけではなくて、そのミクに 西高前にお前がしてきたことすべてみたいな感じでものすごい恨んでいるんですよ。だからね、なんかもうよくわかんないけど、ミクのお父さんがすごくご立腹。で、これ誰なんだろう多分ミクの母親だと思うんですけど、やっぱり首にあざがあったっていうのを発見したみたいで、本当に恐ろしい。下手したらあの世行きだ。絶対に許さないからな。っていうように、なんかね、 ミクとユイガのバトルから派生して、もう完全に、その、お互いのファンであったり、お互いのアンチを巻き込んでのバトルになっていたなっていう、そんなようなところでございました。今回はね、その、家族含めたとんでもないバトルを皆様に見ていただきました。いや、ちょっとね、両チ的だな、二人とも。まあ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 。 では、ね、最後に、実は、ね、ちょっと似たような動画を作りまして、それね、広告の審査が入っておりますので、ちょっと、ね、分割ではないですけど、そんな感じでこういう動画を作らせていただきました。ちょっとかぶっちゃう部分もあるかもしれないですけど、そこはお許しくださいというようなところで、ではチャンネル登録、高評価お願いいたします。またね